私は東北大学には博士課程の学生として下平研究室というところに入れてもらいました。それで私はあの基礎的な材料科学の勉強をする研究をする研究者になりたいと思っていました。もう近県ではすごくよく勉強しました。それからねもう一つはものすごくよく実験しました。もうねなんとかいいテーマ探そうと思ってね。 えー、もう周期表の中のほとんどの元素毒でない元素は全部手で触ったぐらいあのー、もう研究しましたね、まあ、そんな思い出がありますねそれで富士通研究所に採用してもらいました永久磁石の研究テーマが与えられたんですね特殊なスイッチに使う、えー、サマリウムコバルト磁石の研究ですねそれを改良し,しなさいということですね こうどんどん考えたんですけどねいい相手は出てこないんですねで,、えー、でもねこれはね絶対社会のためになると思って思っていましたでそしたらその時の最初の発表者の浜野正明さんという方ですねこの方もね近県の出身なんです、えー、その人が「気、え、度、ー、類鉄のなぜ磁石にならないか」原理的に説明してくださったんですね。 そしてその時ふと私はアイディアを浮かびましてですねそうしたらカーボンとかボロンとかですね原子半径が小さい元素をこういった化合物に入れてやれば公子間にこれらの元素が入ってですねそして原子間距離を広げてそして強磁性が安定になるんではないかと思いました次の日からすぐ実験したんですねでねあらゆるき気取りをいろんな気取りをいろいろ実験をしました。比較的早くね ネオジム鉄ボロンに到達すするんですね世界最強の磁石ですねそれができたんですね本当に嬉しかったですねこの磁石の工業化あるいは量産化を進めましたそれからその後ですねこの磁石の欠点である耐熱性の改良なんかもやりましたますますこのネオジム磁石の需要は伸びてましてハイブリッドカーとか電気自動車エアコン、えー、エレベーター 風力発電とどどどどんどんんどん需要が伸びててきましてですねもう世界で生産量が1年間に10万トンっていうぐらいの量になったんですねこれはねものすごい大量磁石としては大量の生産量ですねそれだけたくさん生産されるということはこれはねやっぱり社会に役に立っているということですから社会に自分がやったことが研究が社会に役に立っているっていうのは非常に嬉しいことですね。 金券100周年はですね、1916年の本田先生たちによる KS 校の発明から始まるんですね。その KS 校は世界最強の磁石でした。で、金券100周年目の2016年、多分ね、今最強の磁石、ネオジム磁石はその時も最強磁石だと思うんですね。 100周年目で近県で勉強した私がその研究を成功させたということはねなんか近県との非常に強いつながりを感じるとともに近県で勉強したことを、ね、非常に誇りに思っております若い人たちに申し上げたいことはね一番研究で大事なことは社会が何を求めているかと本当に何を求めているかと。 いううこことととを掴むことだと思うんですねあるいは基礎研究でもですね社会が本当にそれを明らかにすることを求めているのかということを問い直していただいてですね研究をテーマを見つけていただきたいそれがまず第一ですねアイディア一生懸命考えてアイディアを出していただくそしてねいい研究テーマといいアイディアが見つかったらねすごく成功率が上がりますね。社会に役にに役立つたためのっていう研究ができたらね本当に嬉しいって ということを、ね、あの考えて一生懸命頑張っていただきたいと思います。